ソウル駅、ソウル駅は、大韓民国ソウルと区別した津山区及び中区にある、韓国鉄道公社、カーイルと空港鉄道、エーレックスの駅。韓国の首都ソウルの中心部に位置し、辰山駅、西両里駅と並ぶソウルの三大ターミナル駅の一つである。インチョン国際空港からソウル駅に向かう直通リムジンバスの所要時間は、約50分。 なお、2010年12月29日に、インチョン国際空港鉄道が当駅まで開通し、直通列車が43分で結ぶようになった。ソウル交通公社、地下鉄のソウル駅は、乗り換え駅であるが、正確には、駅の字も固有名詞に含まれており、ソウル駅駅が正式名称である。市場にあるカイルのソウル駅と区別するため、地下ソウル駅と呼ぶことがある。 ただしソウル交通公社の駅からもカーイルの車両が発着する。なお、警義線や空港鉄道の駅名表にはソウル駅と表記されているが、こちらの正式な駅名はソウルのみである。2004年の KTX 開業に合わせて大規模な商業施設を併設した京城駅舎が建設された。それまで使用していた旧駅舎は保存されている。 2017年、駅の上をまたぐ高速道路を改修した遊歩道、ソルロ7017が完成した。カーイルの駅に乗り入れている路線は、全路名称上は、京府本線と京城本線の2路線であり、いずれも当駅が起点である。京府線は高速列車の KTX、一般列車の一致迫る無群派工、塗り路といった優等列車のターミナル駅で、京府線の他に、 中北線、東海線、京前線、密用経由、京光線、平昌、ゃん、広報面、KTX のみ、に直通する列車も発着する。京義線は、雪の部発着の KTX と観光列車、平和列車以外は、一般列車の回送列車が運行される。京府高速線、湖南高速線を経由する、KTX は、南方は、 江里川区町駅付近にある、市境連結線分岐、ソウル駅から 17.7km まで、京府線の線路を経由する、水原経由の KTX は、大田駅まで、京府線を走行。なお、京府線の列車のうち、湖南線、全羅線、長江線、京前線、最高周経由方面に直通する列車は、一部を、除き、立山駅発着となっている。 また、雪の部発着の KTX の一部列車は当駅を通過し、辰山駅に停車する。その他に、京府線には、首都圏、電鉄1号線、京府電鉄線、京儀線には京儀、中央線といった、首都圏電鉄の運行系統が走行する。なお、京儀、中央線と1号線、4号線、空港鉄道は改札外の理解となっており、 T マネー使用時のみ、乗り換え割引が適用される。一号線の駅番号は133。地下ソウル駅と共通。経義。中央線の駅番号は P313。インチョン国際空港鉄道は当駅が起点であり、A01 の駅番号が付与されている。ソウル駅は1900年7月8日に経費都市、鉄道合資会社、現在の経費都市線の南大門。 ナムデムに駅として開業した。駅名は周辺にある、高しレ門、南大門にちなむ。1899年9月18日に、開通した京都市線は、首都、ハンスン府と二川港を結ぶ路線だったが、開通当時には、観光の直前にある路両津駅が終点となっており、ハンスン府への連絡が悪かった。1900年7月5日、鉄橋の開通により、 ハンスンに、ようやく鉄道が入ってくるようになったが、当時の南大門駅は、ターミナル駅ではなく、町外れの水田の中にある十坪の大きさの木造駅舎であり、当駅の北側にあった形状駅、後に、西大門駅に、改称、1919年廃止が、路線の起点駅となっていた。当時は、辰山駅の方が規模が大きく、南大門駅は、 補助的な役割を果たす駅に過ぎなかった。1905年に、京府線、翌1906年には、京畿線が、達山駅を起点に開通し、朝鮮半島を貫く列車が、達山駅を通るようになっても、南大門駅は未だ、達山駅から分かれる、王朝線の中間の小さな駅に留まっていた。1910年、日韓併合により首都半数が京城と解消された。 京城府の人口が増加するにつれて、京城の玄関口となる中央駅を作る必要性が増した。当時の中心駅で、京府線、京義線、京源線の起点となる立山駅は、軍事的用途で建設された上に、市街から離れていて、新駅舎には不向きだった。このため、中心街に近い既存の南大門駅を、新たな京城府中央駅として改築することとなった。 それまで、辰山線を通っていた、定義線を、南大門駅経由にする、新線工事が始まり、1922年、辰野金吾に学んだ、塚本康氏の設計による、新駅舎の建設工事が始まった。1923年1月1日には、京城駅と改称され、1925年、現在も残る、赤レンガの駅舎が竣工した。当時、 たつの金吾設計の東京駅に次ぐ国内第二の規模の駅舎であった。京城駅は満州方面の国際列車を扱うなど、朝鮮半島の鉄道輸送において中心的役割を担うことになる。戦後、1946年8月15日に出されたソウル市憲章により都市名、京城府はソウル市と解消されるが、京城駅から ソウル駅への解消はこれより遅れ、1947年11月1日のことである。ソウル駅は朝鮮戦争以降に何度も拡張された。1957年にはソウル駅の西に競技線のみを扱う西部駅舎を新設し、地域住民の旅客利用を補助した。1970年代の経済成長期の後、旅客の規模が大きくなり、 従来の駅舎は限界に近づいたため、1988年ソウルオリンピックに合わせて従来のソウル駅舎と西部駅舎を結ぶ京上駅舎を竣工した。ソウル駅は2004年の KTX 開業に伴う大改修により予想を一新した。2003年に現在のガラス張りの駅舎が民間司法により巡工し、旧駅舎は役割を終えた。 2004年4月1日から KTX を扱うようになった。過去には、京府線、コナン線、全羅線、長江線などの長距離列車がソウル駅始発で運行されたが、2004年の KTX 開通後は、線路容量の問題で、すべての列車をソウル駅で処理することができなくなり、コナン、羅、長江線の始発駅は、ソウル駅から、達山駅に変わった。 2010年には、インチョン空港へのインチョン国際空港鉄道が開業した。現在役割を終えて保存されている旧駅舎は、東京帝国大学教授、塚本康氏の設計によるもので、1925年9月30日に、竣工した。アムステルダム中央駅、ペトルスカイペルス設計と、ヘルシキ中央駅、エリエルサーリネン設計に習ったものだが、 日本の東京駅に雰囲気が似ていることもあり、設計者は、辰野金を、東京駅設計者と誤って紹介されることも多い。1917年から1925年まで、朝鮮総督府鉄道を運営していた、南満州鉄道株式会社は、日本、朝鮮、満州を結ぶ、国際列車が、通り朝鮮半島の玄関口となるにふさわしい。 国際的なレベルの駅舎を欲しいたこの駅舎は植民地経営の成果ともなるべきものであった。塚本康設計の駅舎は1922年6月に着工した。当初は1923年に完成予定であったが、同年の関東大震災のため工期が延び、工費も減額されている。建築規模は敷地面積7万83坪、地下1階地上2階建て、 建物の延べ面積6631メートルの大型建築物であり、2階に寄品室と食堂、1階に待合室など、地下に駅務室があった。1階の待合室の中央には大きなホールがあり、その上部の屋根にはビサンチン風のドームがあった。そのドームの側面にある半円アーチの窓から中央ホールの内部に自然光を引き込んで、 明るい空間を形成していた。建物は鉄筋コンクリート作りの連組みで仕上げており、屋根は鉄骨作りで天然スレート及び銅板を敷いて仕上げている。巨大なソウル駅は現代の韓国では同時期完成の朝鮮総督府庁舎とともに日本帝国による朝鮮搾取のために建設された代表的な建築物とされている。 しかし豊か,かな装飾や洗練された構造により、1981年8月25日に大韓民国の史跡第284号に指定されている。駅舎のグリル、食堂は日本統治時代に文化芸術人たちが集まって作品を論じ、多くの作品を創作した場所としても有名だった。駅舎は1950年の朝鮮戦争で大きく破壊され、 修理の過程で、コンコースの天窓が既存している。1958年1月には、駅舎南側に特急列車の待合室が増設され、1988年には、ソウルオリンピックに合わせた、京城駅舎の完成で、駅機能の多くが、旧駅舎から移転した。さらに、2003年に、旧駅舎南側に新駅舎が完成した後は、駅舎としての役割を終えた。 旧駅舎は当初、鉄道文化財団によりシネマテイクなど各種の文化施設として用途転用される予定だったが、史跡284号に指定されているソウル駅を原型保存すべきとする文化財庁は、韓国同行社に所有権の移転を要求し、2006年に文化財庁に所有権が移転され、2007年7月には文化観光部によって、いわゆる 複合文化空間への転換が発表された。旧駅舎は2009年4月に改修工事を開始し、2011年8月9日に文化駅ソウル284というソウル駅の歴史などの展示を中心とする複合文化空間としてオープンした。これに合わせ、韓国の文化観光体育部2008年に解消は2008年9月から11月15日まで。 最優秀2400万ウォンなどの賞金を用意し、ソウル駅にまつわる逸話や資料の収集を行った。2017年11月28日に、京議線電鉄のホームの移転により、駅舎としての利用を再開する。改札口は2階と3階に設けられている。主に2階は、一般列車、イッチセマウルムグンファ号、3階は、KTX を扱う。 KTX 開通当時は区別を明確にしていたが、すべてのホームとその階段は相互に接続しているため、最近ではほとんど区別をしなくなった。島式ホーム7面14線、単式ホーム2面2線、その他側線5線の合計9面21線を有する地上駅で、東端のホーム1面2線と1面1線は、首都圏電鉄用高床ホーム、残りのホームは、 KTX や一般列車が使用する定床ホームである。東端の1.2番ホームでは朝のラッシュ時に運行される京府電鉄線の急行列車が京2線ホーム、ホーム番号なしは京儀、中央線が使用する。1.2番ホームのみ、ホーム間と空港鉄道、ソウル交通公社、地下ソウル駅との連絡通路が接続されているが、京2線ホームは連絡通路がなく、 改札が独立しており、改札外乗り換えとなる、1階用交通カードでは、運賃が通算されない。また、1.2番ホームは、運行時間帯以外は閉鎖される。2017年3月24日、3.4番ホームと1.2番ホームの間に乗り換え改札口を設置し、地上駅舎を通らずに、地下ソウル駅へ直接乗り換え可能になった。 2017年11月28日、KTX 系高線運行開始に伴い、京儀、中央線のホームが、従来の西側から東側ソウル駅級駅舎横に移転した。3.4番ホーム上に、KTX 車両を模した鉄道基点の石踏みが設置されている。ロッテアウトレットソウル駅店、ロッテマートソウル駅店、ピザハットが駅舎と併設している。 空港鉄道の駅舎は、カーイルの駅舎の南西部に位置し、両駅舎はつながっている。駅舎は地上2階、地下7階の構造で、ホームは地下7階にある。2015年3月、1号線、4号線、ソウル駅への連絡通路が開通し、改札外の理解が解消されるとともに乗り換え時間が短縮された。地上の経緯 中央線ホームへは引き続き改札外乗り換えとなる。ホームやコンコースは直通列車と一般列車で分離されており、地下2階に直通列車の改札口と都心空港ターミナルが、地下3階に一般列車の改札口がある。ホームは2面3線構造で、島式1面2線を一般列車が使用し、単式1面1線を直通列車が使用する。 エスカレーターが稼働しているが地下深いためエレベーターの方が便利である。この地下2階にある都心空港ターミナルは大韓航空、アシアナ航空、チェジュ航空、ティーウェイ航空、イースター航空、ジンエアの利用者に限り、ここで搭乗手続きや出国審査ができる。搭乗手続きと出国審査を経た後に直通列車を利用して、 インチョン国際空港に行くことができる。乗り場の番号は存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。